これはですね、浪江町の大堀地区で同行していただいた人の許可をいただいて拾った本です。で、屋外に放置されてて、まあもうガンガンフォールアウトを浴びたんだろうと、最初に予測してですね、拾ってきました。広げて、で、撮像したのがこれになります。で、なんかゴム風船なんかついてて、あ、そう、風船か。まあ これもこのままやってみて、たところこういうふうに、はい、やっぱりフォールアウトをもう何度も浴びた様子ですね、これは。本当に高密度で不溶性の放射性物質と、あとはそこから溶け出てる海洋性の放射性物質が染みて滲んでますね。多少大きめのあのフォールアウトありますね、ウェッカーですね、左側のウェッカーですね。うわーっと降り注いだ感じだな、この右側の何も空気と触れてなかったところとの対比がね、結構はっきりと出てて、非常に高いです。1450ですね。これはね、俺分かんないけど、これ見たら自分どう思うんかね、うん、わーと思うだろう、え、こんな降ってたんだって。そうですよね、本当に、ね、被害を受けた元住民の方がこういったことをほとんど知らないまま来てるじゃないですか、10年目になって。だからそういう意味でも価値あるなと思うんですよね、うん、逆になんでいつまでも帰還困難区域なんだって怒ってらっしゃる方もいるかもしれないですか、うん、そういう人がこういうのを見たら、あ、だから帰還困難区域なのねって納得いただくことにもないかもしれないし、うん、あとはこの近くで、あのこの間お見せした 3D の瓦も拾ったんですけども、うん、あの瓦が1万 CPM なんですよ。あ、で、まあ、こっち側のブッカーはまあ日差しがあったんですけど、日差しがあるからな、まあ、それだけでだいぶ違うんですけど、それでもでも 10倍違うんだなって、引き続き、YouTube で頑張っていきますので。これもう今売ってんね。はい、売ってます、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、チャンネル登録と、高評価もぜひ、あとシェアしていただけたら大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。